A 福寺は、大分県別府市にある寺習の仏教寺院である。3号は、温泉山。鉄輪温泉の階層伝説に関わる寺院である。後輩の柱に、日本第一、虫湯海域の額が掛けられている。温泉街の中心部、井出湯坂の中ほどに位置し、鉄輪湯網祭りの舞台となる寺としても知られている。寺習の階層一辺は、県治2年頃に、 文語国を訪れ、鉄輪の地獄を沈めて、杜寺場を開いたと伝えられている。明治初期の温泉山昭寺案由署書等によれば、この杜寺場に、大友より安が一部を寄進し、一辺が、自らの陽明昭寺丸にちなんで、昭樹寺と名付けたのが、当時の起源とされる。その後、数度の廃絶を経て、江戸時代の延教年間に、自習の遊行商人が樹寺を再興したとされ、 延響5年に、自修総本山の成城工事から、三号、次号が許されて、自修末寺となり、法暦8年には成城工事から厚紙栄が、住職として派遣されて、以後12代続いたが、明治4年に無住となった。また、かつては、昭寿寺に隣接して境内社の温泉神社があったが、明治3年の神仏分離令により、鉄輪温泉製法の丘の上に遷座した。 鉄林温泉の虫湯と滝湯は、江戸時代前半には、その存在が知られていた。滝湯は、昭寿寺の境内であった渋の湯にあり、湯滝山という産号はこの滝湯に由来すると、考えられている。また、江戸時代には、昭寿寺存続のために、虫湯の入湯料を値上げして一部を寺の、東尿料としたとされるなど、昭寿寺は、古くから、鉄林温泉との関わりが深かった。 現在の寺院は、明治24年に、広島県尾道にあった永福寺の寺号を借り受け、正樹寺跡に再興されたものである。大分県にある寺修寺院は、当時のみである。武前善光寺も、かつて寺修であったが、江戸時代に浄土宗に転じている。江戸時代、正樹寺では、元旦、春秋の悲願、一辺承認の明日の年4回、一辺承認の、 座像を目浴させる法要が行われていた。戦後の昭和35年に、この法要が、鉄林あみ祭りとして復活し、以後、新歴で一辺の期日に当たる毎年9月21日から23日に、地語行列や一辺承認座像の目浴等の、イベントが行われている。2013年2月15日放送の、NHKBS プレミアムの、 新日本風土記で寺と祭りが紹介された。商人が浜公園。ありがとうございます。